はいどうも皆さんこんばんは、内木のです。今回の動画は今おじさんが最強武器の一つとして実際のマッチでもよく使用している弓ボセックコンパウンド棒について、その強さの理由や基本情報、そしてね、絶対に組み合わせてはいけないスコープなどボセック棒のことを徹底的に解析した動画になっております。このボセック棒はね、かなり強くて使いやすい銃、いや弓になっており、実際おじさんだけじゃなくてね、いろんなプロの方、有名プレイヤーにも愛されるほどの武器になっており、この動画を見て弓愛好家の方が増えると嬉しいなと思ってこの動画を作成しました。はい、それではね、まずは本編行ってみたいと思います。まずはね、基本情報を見ていくので射撃訓練所の方に行ってみたいと思います。はい、訓練場にやってきました。まずはダメージ量から見ていきたいと思います。はい、頭に対して105ダメージ、体に対しては60ダメージ、手足に対しては54ダメージになってます。このダメージ量は弓を引いている時間で変わってきて、先ほど紹介したダメージ量は最大限まで引いた状態でのダメージになってます。全く引かない射撃ボタンを少ししか押していない状態だと最低ダメージになって、頭でね31、体で25、手足で20ダメージになり、かなり威力っていうのが軽減されます。ちなみに弓の鶴を引いている状態、まあ射撃ボタンを押しながら今どのくらいのダメージ量が出るのかを確認するのには、ここのね右のランプが3つ点灯すると最大ダメージが出るよっていう表示になっているので分かりやすいかと思われます。まあ最初にね紹介したダメージが最大ダメージ量で、それ以降はねどれだけ引き続けてもダメージ量は上がらないので注意してください。はい、これはねおじさんのね妄想っていうか、まあ要望なんやけどね、まあこの弓の鶴っていうのを長く引き続けていけばいくほどダメージが上がるっていう性能にしてくれたら面白かったかなと思ってます。例えばね、まあ1分間引き続けて敵に当てると300ダメージ出るとか、まあ、それだけだとぶっ壊れた性能になっちゃうんで、まあ、それでね発射すると、1分間引いて発射すると弓本体が壊れて使えなくなったりするとか、そんな面白くないですか。かなりねいい案だと思うんですが、皆さんどうでしょう。まあ妄想なんですけどねこれは。はい、とはいえね、今現状ではね体に対してでも60ダメージ出せる武器で、かなりの高威力武器ですね。まあ、使用する距離としてはおそらくね中距離以上、中距離くらいの距離でまあ使うと思うんで、同じくね人気のウィングマンと比べていくとダメージ量がね60と45になっていて、15も差があります。さらにねウィングマンでは取り付けできない3倍スコープが取り付け可能なので、敵を見やすく遠くの敵にも当てることができるので、初心者の方にもおすすめです。ウィングマンと違って移動速度っていうのは落ちるんですが、まあなんとねこのボセック棒は腰打ちの精度っていうのが高いんですよね。レティクルだけ見ると腰打ち精度っていうのは高そうに見えないんですけど、実際にね打ってみると結構集団しやすいので、ウィングマンと比べても劣っている点が見当たらないほどの武器になっています。さらにねアタッチメントであるシャッターキャップを取り付けると近距離戦にも対応できるようになって、見てもらうと分かると思うんですけど、シャッターキャップをつけて腰打ちで発射すると矢が拡散します。まあ、そしてね全て体に当たった場合ダメージ量は77ダメージになって、シャッターキャップなしの場合に比べると17もダメージ量がアップして近距離戦でも対応できるようになってます。まあ実際近距離戦で使う人っていうのは少ないと思うんですけど、最悪、まあ、近距離にも対応できるので持ってって損はないっていうアタッチメントになってます。はい、そして先ほどスコープの話が出たんで、取り付け可能なスコープと絶対にね取り付けしない方がいいっていうスコープを紹介します。まず等倍から3倍スコープまでが取り付け可能になっていて、もちろんねおすすめっていうのは3倍スコープですね。まあ、ボセックを使用するのが中距離以上になってくると思うので、敵を見やすい3倍スコープがボセック棒にはおすすめです。まあ、なければ2倍スコープもいいと思います。そしてねおじさんが使用していて絶対にねつけない方がいいスコープが2つあって、それはね等倍の丸スコと1、2倍変動できる丸スコになってます。まあ、これはね好みとか、まあ、個人で変わってくるとは思うんですけど、まあ、この2つの何がいけないかを紹介するとむちゃくちゃ見えにくくなります。丸型スコープ特有のレティクルが敵と被ってねむちゃくちゃ見にくくなるんですよね。あとねうっすらとスコープレンズに色がついてて、それも見えにくくなるので注意してください。この2つをねもうつけるくらいならもう何もつけない方がいいので、実戦で使う時には覚えていてくれるとうまく使えるかと思われます。
まあ、とにかく宝石君におすすめするスコープっていうのは3倍スコープか2倍スコープになってます。アイアンサイトはスキン変えて確認したんですが、まあ、どれも一緒に見えたんでスキンによって違いっていうのはないんじゃないかなと思われます。まあ、もしね見やすいとかおすすめのスキンなどがありましたらコメントなどで教えていただければ助かります。はい、そして次はボセックを使用するのにおすすめのキャラになってます。そちらを紹介していきます。ボセックは中距離以上で使用すると思うので高所を取ったり高いところを取ったり味方とは違う車線に素早く移動ができるパスファインダーとかオクタンがおすすめになってます。はい、それでね逆にね一番使用しない方がいいキャラっていうのもあってボセックを使用するとき一番おすすめしないキャラはシアになってます。視野の何がいけないのかっていうのを説明すると視野のねパッシブで敵がいるとレティクルの色っていうのが黄色く変わってくれます。まあ、これはね壁越しとかでも使えるし索敵するときむちゃくちゃ便利なんですけどボセックをね打つときはほんと見えにくくなるので視野を使っているときはボセック使わないかセンサーを切っておくことをおすすめします。まあ、ここでね勘のいい皆さんならお気づきかとは思いますがじゃあ視野を使ってボセック棒に丸スコつけたらどうなるのってことです。まあ、これはね見てもらった方が分かりやすいと思うんで実際につけて使用した時の映像があるのでそちらをご覧ください。はい、こちらが実際の映像になってます。おじさんね必死に打ってますがこれ全く見えてないです。これ当たってへんのはおっさんの腕やないかいって言われそうなんですけどこれマジで見えまへん。もう若い子ならともかくおじさんくらいの年で視力が弱ってくると全く見えないので、まあ、ジジイとシアとボセックとマルスコが組み合わさると本当に当たらない矢を飛ばすことになるのでおじさんと同じくらいの年の方は気をつけてください。まあね、ここまで言われたら逆に気になると思うんで、まあ、ぜひ皆さんにもこの見えにくさっていうのを体感してほしいです。まあ、とにかくボセックを使用するときには視野をピックするのは気をつけてくださいって話ですね。はい、それでは実践で使いながら解説していくので今からはおじさんが実際にボセックを使っている実践動画を見てもらいます。はい、どうぞ。はい、それでねまずカバンの中にどれくらい矢を入れておけばいいのって話なんですが、まあ、弾持ちがいいので1マス分あれば結構持ちます。1マスがね32本なんですがフルオート銃みたいにガン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 撃つことはないので少なくても大丈夫です。まあ、2マスあれば十分に終盤まで戦えると思うので2マス分あれば間違いないかなと思います。まあ、ランクなんかでねポジションをずっとキープしながら射撃するってことが多い人は3マス分持っててもいいかなくらいで、まあ、基本的には2マス分もあれば十分ですので覚えておいてください。64本ですね。はい、使い方としては全体を見渡せるように高所を取ったりして打っていくといいかとは思われます。1発でもね入れば60ダメージ2発入ればほぼほぼアーマーが割れるんで、まあ、味方の援護射撃をする後方支援武器としては最強です。そして何よりリロードをしなくていいので連射速度も速いです。状況にもよるんですが味方とは違う車線で撃つとさらに効果的にダメージを入れることができます。まあ、他の武器と違って銃声っていうのがほとんどなくてね被弾するまで敵が被弾するまでこちらの場所が分かりにくいので展開して射撃するのにももってこいの武器です。弾速も他の銃と比べて速い銃なんでかなり当てやすいのが本当おすすめですね。はい、使い方に関してはこんな感じでなるべく近づかれないような位置でいやらしく射撃していくとうまく使えると思います。まあ、基本ダメージ量が高くてヘッドに入ると基本相手のアーマーが割れる中距離最強の武器になっているのでぜひ皆さんにも使ってほしいですね。まあ、一つね残念というか、まあ、これはねジンクス的なことがあっておじさんがねこうやって武器の紹介をするとその次のアップデートで弱体化されるって武器が多いんですよね。まあ、ですので次のアップデートで弱体化されるかもしれないので強い今のうちにボセック棒を使用してガンガンキルを取っていくことをおすすめします。まあ、そしてね皆さんのおすすめするボセックの使い方なんかがありましたらコメントなどで教えてください。ボセックとおすすめの武器構成なんかも教えてくれると助かります。はい、それではね今回はこの辺で終わりたいと思います。まあ、むちゃくちゃ強いんでボセック棒をぜひ使用してみてください。はい、ご視聴ありがとうございました。